どんよりしてるなぁ。キッシンプレ指輪、うん、al interior también. Ah. Es más bosque, yeah. árboles. Ah. Yo, 早速降り出しちゃったよ。洗礼受けてますね。茶い店の朝です。今日は。めちゃめちゃ晴れました。これラッキーなんでしょうね、多分。この晴れてるうちにアウストラル街道を抜けちゃいたいと思います。まあ1日2日じゃ無理なんですけど、いやーでもちょっと今日は気持ちよさそうだな。楽しみです。滝は見えるし、遠くには雪をかぶった美しい山々が見えるし、いやもう景色は抜群ですね。なんかこういうところに家があるのはいいね。しばらくは住んでみたいかも。いい景色だ。もう言葉はいらないっしょ。から未舗装道路です。ああ。どうですかこの緑の川と白い雪山のコントラスト。すげー、雪が崩れちゃってる。かっこええ。晴れてるのいいんですが、暑い。久々に T シャツモードになるぐらい暑い。まあ気持ちいいからいいんだけどね。滝の水浴びが気持ちいい。あの迫力ある山々は、いいね。ああ、久々の前輪パンク。
ていうほど空気は抜けてないんだけどな。入れればいいか。地が見えてきました。そして雲が多くなってきたんで、明日は曇りか雨かな。そんな雰囲気。降り始めちゃったな。明日は雨かな。これやっぱり今日は雨です。どうしよっかな。出発しよっかな、それとももう一日ここで休むか悩むところだ。どうですかこの水たまりは。そしてこの朝もや。おはようございます。ビジャサンタルシアの朝です。いやー、昨日は一日中雨が降って、まあ、足止め食らってたんですけど、今日よく晴れてはないけれども、まあ雨は止んだんで出発したいと思います。まあ、今日は美しい風景は全く見えないでしょう、この様子だと。まあ一日目に見れたんでよしとします。晴れたのがラッキーだったと。青空が見えてきたぞ。どうせ今日天気良くなるのかな。よし、今日も晴れてきました。いや、我ながらすごいな晴れパワー。林道を彩ってる花々です。またいい雰囲気を出してんだよね、これが。うほー、今日は早速パンク。なんと前のフレームが折れてしまっている。しまったな。替えはウエノスアイレスに置いてきちゃったんだよな。とりあえず、ここでハンドルに吊るしていくことにします。はあ、これはまた午後から雨降っちゃうかもな。ちょっと雲行きが怪しくなってきてます。ちょっときつい坂だ。押して登んないと登れないもんね。アラスカのユーコンを思い出す風景やね、この川の色といい。いやー、カヌーで下ってみてー。ラフンタに到着です。
とても素敵なところです。雨が降り始めちゃった。めんどくさいな。一雨降りました。また降り出した。向こうの方に青空が見えるから止むとは思うんだけどな。この辺が面白いのは、山に囲まれててすっごい標高高いとこ走ってるように見えて、実は海抜200メートル満たないとこを走ってんだよね。よし、街が見えてきました。ただいま時刻は19時、あと1時間半ぐらいで日が暮れます。今日も雨です。今日も降ってます。2日連続雨か。また今日も雨です。3日足止めか。よく降るな。雨が止んだので今日出発しようと思います。2日休んじゃうとちょっとテンションが下がっちゃうんだよね。小岩池まで221キロ、あと3日もあれば行けますね。道はボコボコで水たまりだらけです。だんだん青空が見えてきてます。この調子で晴れてくれるといいな。ちなみにここは湖ではなく海です。フィヨルド地形の海です。さあ、なんか生乾きだな。この辺はずっとフィヨルド地帯が広がってるんですけど、さすがに晴れてくるとほんと綺麗だな。素晴らしい。いやー、晴れるとほんと綺麗ですよ、この林道は。トレッキングしてる人がいます。バックパッカーでしょうか。ジャパン、ジャパン、Yes I have a friend、yeah. Who cycled 11 years 11 years Daisuke Daisuke, he has done a world trip 11 years from Japan. You met? Yeah, I Where? Because in Chile, 8 years ago, because I,
I did a trip 8 years. Yeah. After I want to go to Ushuaia and fly to Africa, South Africa. Yeah. And, up to Europe. Up to after? Europe. Yeah. Wow, good. Yeah. Yeah, you. Yeah. That's good. Yeah. Have a good trip. Yes. Thank you.登り道です。きつそうだ。よし、もうちょっとだ。よし、こっから下りだ。再び舗装道路へ。おお、これは気持ちいいですね。小谷池に向かって進みます。しゃ、これは気持ちいい。おお、見てる見てる。こういう場所が好きだな、風景的には。この辺の道はいいね。すごい好きですわ。今日はこの素敵な湖のほとりにテント泊です。ここはキャンプサイトの管理人さんの部屋なんですけど、パンとコーヒーを入れていただいちゃいました。おはようございます。今日はめちゃめちゃいい天気です。テント泊の次なのに晴れました。さて、今日は小岩池まで130キロ近く頑張って走ろうと思います。じゃあ出発します。
いました。さて、今日はあと90キロぐらい走んなきゃいけないんだけど、もう時間は12時。ここで休んじゃうか、もしくは頑張って走るか、悩みどころだな。池まであと10キロぐらいです。いやー、なんだこの素晴らしい眺めは。いい場所なんだろうな、小岩池。あそこが小岩池の町です。すごいところにあるな。小岩池に到着です。さあ、シャワーを浴びてすっきりしました。今日は疲れた。もう何もできないな。ちなみに今もう9時です。寝よう。なんすかあれ、すごいんですけど。ちょっとセロカスティージョか、あれが。こっからだと見えねえな。あれだ、かっこええ。